ご視聴ありがとうございます。ちまちまです。紅葉を撮影してきました。今日は2020年12月6日日曜日です。ここはどこだ？迷い込んだようだ。とりあえず歩いてみる。服の色が紅葉の色だ。ここは稲荷山コースだったのか。山頂に到着しました。ちょっとね、雲がかかってて富士山が見えなかったです。ということで帰りは1号路で帰ります。とっても紅葉が綺麗ですね。ケーブルカーでワープします。車輪がね、右側を行く車両の場合は右側の車輪がレールを挟んでるんですね。なので必ず右側を走ります。左側の車両は左側の車輪がレールを挟んでるんで必ず左側を走ります。
綺麗な紅葉を見ることができました。はい、ご視聴ありがとうございました。